はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回からですね、これはね、烈男なのかな、酒男なのか分かんないんですけど、僕は酒男くんと呼びます。はい、まあ、酒るって意味でもね、まあ酒男と呼びたいんですけど、今回ね、こちら酒男くん、かなりの長い長編かな、結構長めのシリーズになると思いますが、よろしくお願いします。じゃあ行きましょうか、酒男くん、酒るチーズ、いくぞ。ちょっとマイク上にしますね、ごめんなさいね、本当にごめんなさいね。何これ、皆さんこんばんは。こんばんは、我々は今ある洞窟に来ています。はい、噂によるとここは旧日本軍の極秘武器開発所だったと言われてます。そうですね、今回の地獄の果てまで行って、この洞窟を調査し、噂の真相を確かめたいと思います。マジか、 XYZ とかあんのかな、マジで行って X、 果たしてこの先に一体何が待ち受けているのでしょうか。我々今禁断の地に足を踏み入れようとしています。これサリナさんいきなりやられるパターンじゃないの、多分酒をくーくー、そういうことか。オッケー、オッケー、いいよサリナちゃん、バッチリだよ、ありがとうございます。それじゃあサリナちゃんは休憩、他の奴らは次の撮影現場に行って必要な素材を取り直してこい。了解、ケータカグラ、あれこれさ、これもしかしてカジキ的なポジ、いや違うな、カジキ的なやつ右にいるぞ、シラスやっぱりあれだな、この黒人のあのスキンヘッドの人は基本魚の名前なんだね。怖え、この洞窟マジ怖え。でどうせあれでしょ、シラスくんだけやられちゃうんでしょ。未知のエリア外人な、やっぱり多いな、ビビってねえでさっさと行ってこい。あ、で主人公は、あ、カグラか、カグラが主人公、やった、今回シラスくん一緒だ、音声担当、照明担当、やったぜ。もう僕は明るく照らしてほしい。で、特にまあもちろんステータスとかさ、なんか年齢とか書いてないの？あ、書いてない。今回なんか、その、文の説明はないですね。アイテムも特にない。まあスキルもない。スキルありそうじゃない？ないか。なんかあった、ない？ないか。じゃあ行きましょう。まあ結構長い話になりそうなので、でもなんかスキルとかありそうな気がするんだけどね。てめえ、まだここうろうろしてんのか。すいません、素材取りは終わったの？いや、まだです。はい、はい、あ、でもまあそんな厳しく当たる的な感じはないんだね、よかった。あ、行ってこい AD みたいな感じで行ってくる感じではないと。なるほど、地獄の果てまで行って X、 旧日本極秘、武器開発へ潜入せよ。サリナさん用の台本だ、行きましょう。さて、いやー、どうせあれでしょ、酒をいきなり来るんでしょ、避ける男。三つある入り口。ど真ん中。ん？ちょっと待って、とりあえずちょっと見てみようか。いろいろ、ちょっと、あ、ここは？なるほど、なるほど、オッケー。なんかドラクエみたいな作り方だな。なんかドラクエのさ、奴隷城みたいな、知ってますかね？その、ドラクエ5のね、ヘンリー王子と一緒に捕まっちゃったドラクエの主人公がね、通るなんか奴隷城にすごい似てる。行くか。まあ多分、酒鬼出てくる時は最初バコーンって出てくると思うんだけど、なんか酒鬼から戦いますかみたいな感じのが出てくるから、いきなりまだ最初いきなり来るとは思わないと思うんだよね、いきなり。いきなりね、いきなり。あー、どっちだ？いや、まず中央行こう。まずこっち行こう。まず手前だ。手前からでござる。これ絶対酒送るでしょ。酒尾くん、ん？なんか光ってる。その前に、まずその前にいろいろ調べておきたいことでござるよ。なんかすごい錆びてるね。これか。さあ行くぞ。これは？地下？ああ。へえ！マジかよ！なんかやばいって。もう帰ろうよ！落ち着け。とりあえずこの部屋を一通り取っておこう。まさかの沙織さんがやられてるパターンですか？なんだ？監督とサリナの声、行ってみよう。行くぞ。うわー、ちょっとセーブしとこう。絶対先をいるって。でも、これより先に、なんか上見たいけど、まあ、いっか、とりあえず行くか。まあ、先は長いので。ん？二人がいない。監督！サリナー！ちょっと、二人ともどこに行っちゃったんだ？
ドキリか何かがシャレになんないよ、こんなの。とにかく二人を探そう。なるほど。こっちには行けないと。なるほど。じゃあ、上か。上かな。いきなり酒をばっこりバコーンって来ることはないと思うんだけど、今回やっぱりあれですね、長編なだけあって、いきなりなんだろう、オープニングから、その、鬼が、男が出てくるわけじゃないんですね。よし、いざ。ん?ここは?まずこっちか、手前。アイテムは、ないね。でもこれ、なんかタンスとか、ちょっと若干紫色だから、アイテムが、なんか見やすい。その今までだとちょっとアイテムと同化してね、色がね、してたんだけど、特にそんなことはないからありがたいかな。いきなり来るわけではない。まあ、ここもまた後で来るでしょ。あの、どうせ光ってるとこ、ああ、ここだな。絶対ここだな。ここでござる。僕の勘がそう言っているというか、ここしかないんだ。部屋がもう、ほら来るじゃん。さあ、来いよ、酒を。待て、どっから逃げる?ん?何?え?お前酒を?違うでしょ?逃げ。逃げろ。え?あんた何者だ?わばえ!誰?お前は誰だ?なんだこのバキモノは!烈男。いや違う、烈男なん。違う、酒男なんだよ。違う。烈男でも烈男でもない。酒男だ。うげえ。いけん。危ない。みんな逃げるんだ。いいぞ。なになになに、嘘。ガクラー。救いはないね。救いはないんですから。うげえ。嘘。どういうこと。誰が主役。なに。絶対やられるんだよね。え?まさか酒雄がこんなに恐ろしいものだったとは。俺はもう助からない。頼む。酒雄を止めてくれ。え?どういうこと?え?あ、お前か主役。今回もしかして。神楽。あ!乗り移ったんだ、神楽くん。なんだ?何が、なんだ?一体何があった?死んでる。俺が、彼が俺にこのスーツを着せたのか?パワードスーツなのか?傷の痛みもない。一体何か?ええー、うわ、すごい!あ、カグラ!何これ、パワードスーツって何?裸じゃん。着てないじゃん、カグラくん。とりあえずセーブしよう。セーブして。ちょっと何が何だか分かんないんだけど。死んでる。でもやられたよね、カグラ、今。いくらパワースーツ着せたって言ってもさ、死んでる人を生き返らせれないでしょ?パワードスーツで。実験室の鍵をゲットした。まあいいや、とりあえず行こう。まあ、とりあえずこのカグラが主役ってことは分かった。実験室の鍵って言うとどこだ?さっき最初のあの3つのうちの1つかな?このさ、ああ!曲が爽快だぜ、ベイビー!なるほど。うわぁ、気持ち悪い歩き方。うわ、何これ!気持ち悪い後ろ。わあ、すごい顔しとんねえ、おめえ、面白い顔してんな。よし。こっちでしょ。いきなり来るよね、大丈夫。大丈夫、ここで。どうする?曲がすごい、曲すごい好き、これ。この曲好き。あ、待って、お前突然の裏切り。裏切りの F。これまずいだよね。なるほどな、なかなか。なかなか鬼畜な気がしてきたぞ。酒を。面白いじゃないか。行こうぜ。とりあえず取って、で、いきなり出てくるんでしょ?出てきたら、どっかぐるぐるする。でも、ここがぐるぐるするのに適してるのか。それとも、ここの方がいいな。ここにしよう。この3番目。3番目、1番目でもいいのかな?あ、いや、3番目だな。3番目でしょ。ね、2番目、ごめん、2番目。2番目に来るやろ。だよね。来た。で、ここでとりあえずもう一回ここでぐるりんちょするでしょ?ぐるりんちょして、よし、で、こっから、こうしての、2番目でぐるぐるします。ここの、2番目、ここ、そう。トランクさんみたいに2枚目な顔の人にはね、ここでぐるぐるするのがいいんですよ。嘘です、ごめんなさい。こうして、で、このもう一回、もう一周しよう。ここでもう一回、オーケー。怖いでござる。よし。で、
管理室の鍵って言ってたけど、多分このどちらかだよね。こっち行ってみよっか。鍵はかかってる。ここじゃないか。隣か。こっちでござるかね。ここで。オッケー、実験っす。実験、うわー。グロいなー、セーブ。逃げれたのかな、カジキたちは。まあでも死体がないってことは多分まだ逃げれてるとは思うんだけど。でもそういえば今回いきなり出てくるパターンなんですね、また。いきなりなんかその予告もなしに出てくるパターン。ビームナイフとんでもないのゲットしたんだけど。確かにカグラにちょっと合ってるけどさ、このスーツにさ。待て、まだちょっと調べたいところがいっぱいあるんだ、マイブラザー。光ったアイテムはまだあれだよね。その、ピカピカ光ってないと、あれだよね、いけない。ん？なんかガタガタ震えてるよ。あれもしかして。